はい、皆さんおはようございます。今日は2022年10月の2日の日曜日です。現在ね、いつものね、伊豆村の駅、伊豆のへそ店に来ています。今日はね、これから焼津魚センターでね、風来さんの年1回のねイベントがありますんで、去年もアポなし参加してますけど、今年もね、とりあえずそこまで行ってみようかと思って出てきました。去年ね、確か焼津には WR250X で行ったんですけどね、途中でね、ガス欠しそうになって結構危険な思いをしたんで、今日はね、燃費がいい、航続距離が長い WR155R でね、行ってみようかと思ってます。今週のね、中盤ぐらいからもう涼しくなるっていうかね、気温が夏日じゃなくなってくると思うんで、今日が実質最後の夏のツーリングですかね。時間はね、9時20分ぐらいなんですけどね、もうすでに結構気温が高くて空調服は回してますね。富士山はね、今日の富士山はあんな感じ。金曜日のね、朝ほんのちょっとね、冠雪したんですけど、もう現在ね、溶けちゃって何にもないですね。今日はね、焼津までなんでね、新東名で行くとちょっとね、遠回りになっちゃうんで、今日はもともとある東名高速の方でね、出かけていきたいと思ってますけどね、まあ、最高速度がね、100キロの東名高速なんで、まあ、WR155R で余裕でしょうね。昨日はね、朝ね、このバイク満タンに燃料入れて伊豆半島ね、ほぼ1周ぐらい回ったんですけど、さっきね、ガソリン入れて4リッターぐらいですか、4リッターぐらい入りましたね。これね、タンクが確か 8.3 とかそんくらい入ると思うんで、半分ぐらいですかね。燃料のね、メーターも半分よりちょっとぐらいのところになってましたけど、まあそこでね、今朝満タンにしたんで、多分ね、もうこれはね、今日余裕で往復走れると思うんで、そんなにね、ハイスピードを求めないんであれば、この WR155R は割とツーリングマシンとしてもね、航続距離が長いから扱いやすいですよね。まあ、夏の富士山もね、あとちょっとしたら見納めですかね。すぐ完成すると思うんですよね、あと1、2週間の間でね。今日ね、全然ね、雲とかないですね。素晴らしいよ、これ富士山。スカイラインでね、登ってったら上の方まで見えるんじゃないかな。で、富士山ってね、5合目まで行ってね、上を見てもね、それが富士山だって分かんないんだよね、現実は近すぎて富士山ね、あんまりね、近くから見ると本当にただのこう溶岩でできたね、崖みたいな感じしか見えないような気がしたんだけどな。まあ、こっから見る富士山も美しいですね。で、こっからね、伊豆中央道、伊豆縦貫道と入ってきますからね。こちらがね、金府の明太パークと伊豆ゲートウェイ神奈美ですね、道の駅です。最近ね、ほんとね、高速結構使うな。なんか普通にね、 ETC がつけれて遠距離楽なバイクが1個欲しいような気がしてきたな。だけど、まあ、この WR で走ってもいいんだけど、風が強い時にね、ちょっと怖いもんね。今日もね、ちょっとここ風強いんだけどね、新東名の方がね、120キロまで出せるから流れは全然いいんですけどね。だけどね、焼津の辺りはね、すごい北の方走っちゃってるから、まあ普通のね、東名高速で行った方がアクセスがいいんだよね。降りてすぐ魚センターですからね。昨日はね、スーさんとね、一日結構伊豆のくねくねしたところをかなりのハイスピードで走ったんだけど、だけどね、全然ね、燃費いいよね。もう軽くね、45キロぐらい走ってるからね。昨日ね、伊豆崎でね、ピヨピヨチューブさんともね、お会いしてアヒルもらったんだけど、彼女が乗ってるね、XSR155 だったらね、もうシートもなんか柔らかそうな感じだったし、長距離いけんじゃないかなって気がしてきたんだけどね。なんかね、だけど今日風強いね、風切り音がすごいな。気温はね、多分これもう30度ぐらいになりますよ、この天気だったらね。だけどね、走ってる時の風はね、爽やかですね。今9時40分だけど、どうだろう、11時ちょいぐらいに着くかな。
焼津だからね、この間の静岡よりまだ西側ですからね、まあほんのちょっとなんだけどね。風来さんのねグループはね、浜名湖のサービスエリアで待ち合わせだと思うんだけど、もう多分出発してると思うんだけどね。まあ彼らはね集団で行動してるから、途中またねもう一箇所ぐらいサービスエリアで泊まって休憩すると思うんでね、まあ、私の方が早く着くと思うんだけどな。いや、こっからだとね真正面にすごいね富士山、眺めのいいとこだねここね。今日はねこの伊豆縦貫道をね終点まで乗って、終点まで乗るとねそのまま東名高速のね沼津インターチェンジまで接続してるんですよね。でそこから西の方へね向かって、で今日のゴールはね焼津インターチェンジのすぐ近くの焼津魚センターですね。あれだね、キャブ兵さんの動画じゃないけど、ミラーがね風で曲がってくるね。まあ可動式ミラーでね、なかなか高速っていうのは厳しいんだろうね。ミラーもね丸型のね普通のミラーだから、全然空気抵抗とかねそういうの考えてるようなんじゃないからね、風をすごい受けると思うんですよね。これ左側がね新東名の方がね、まっすぐが元々のね高速道路、東名高速まで行けますね。4年ね風来さんのとこに行った頃はジェベルをねちょうど売っちゃって、ダブル R とねモンキー2台しか持ってなくてね、多分焼津行ってすぐぐらいにソックスでねこの WR155R をね注文して買ったような気がするんだけど、この前ねハガキが来てて12ヶ月点検ね、1年点検のお知らせがありましたんでね、まあ10月中ぐらいには持ち込みたいなとは思ってるんですけどね。最近はねこの一般の入り口から入ると誰も来ないから後ろに並ばないんだね、貸し切りだね。名古屋方面ですね。なんか今日は規制がすごいな。まあ東名高速もねできてだいぶ経つからね、路面とかいろいろ直さなきゃなんないんだろうけど、すごいな。まあ最近はね新東名ができたもんでね、こっちをね規制かければ新東名回ってもらえばいいやって感じでね、結構どんどん規制してるんですよね。なんだろうな今日これ草刈りかなんかかな。ああ、おー左側をね舗装を高くしてやり直す工事ですねこれね。これすごくね舗装高く持ち上げてあるもんねこっちね、すごいよね。対面交通になっちゃってるからね、片側車線完全に直しちゃってる、止めて。もうここはねそんなにスピードが出てないから、今スタンディングしてますけど余裕ですね。橋を直してるんだね。橋が終わればまた元のね左側の車線に移動すると思うんだけど、今日ね富士山全然見えてたから、もう今頂上がねちょっと見えてますね。もうちょっと行けばね右手にね大きく見えると思うんでね、まあこういう時にね360度カメラ欲しいなってちょっと思うんだけどね。ここで規制解除ですね。左車線に入ります。やっぱね新東名と比べたらね東名高速は流れがゆっくりですよ、まあ、風がちょっとあってもねスタンディング余裕ですからね。まあだけど高速道路で100キロぐらいでスタンディングしてるとなんか空気抵抗はすごいよね。普通ならね伏せて走るような感じの速度だからね、そこでスタンディングで乗っちゃってんだからなかなかな空気抵抗だと思いますけどね。また富士から清水ジャンクションまで対面交通規制だね。まあだけどね高速でのスタンディングのこの映像ね結構視点が高いから、なんだろうなこれ大きいねトラックの運転席から撮ってるぐらいの角度になってんじゃないかな。だいぶ上から撮ってるよね。もう富士山がね結構でかく見えてますよ。こっちまで来るとね山頂が左側のがだいぶ高いね、斜めだね。もうだけどね巡航速度がねメーター読みで90キロぐらいだからね、ここだと割とゆっくりだよね。新東名だとどうなんだろう、もう110キロ以上
まあ、120キロだからね、最高速が。左側車線でもね、100キロ以上みんな出してるんだけどね、普通の東名高速だとやっぱり100キロいかないんだな。もう今はね、77キロとかなっちゃってるからね、これもう余裕ですよ。おお、こっちから来る見るとね、宝永山がなんか抜きって飛び出てるのが分かるね。あのね、富士山の右側のね、宝永山のね、にょぎっていうのをね、書くか書かないかでね、だいぶどの辺出身か分かるんだよね。富士とかね、静岡の子供がね、あのにょぎっていうのを書くんだよね。伊豆の人はあれ書かないからね、見えないからね。あれ正面のね、やや右の方がね、崩れたような感じに絵を描くのかな、子供が富士山の絵を描くときに。これね、多分ね、新東名の方がだいぶ距離も多いんだけど、スピードが出てるから、どうだろうな、着く時間は一緒ぐらいかな。だけどね、こんくらいのバイクで走るんだったら、この元の東名高速の方が全然ね、体が楽だね。抜いちゃおうかな。そうだ、今思い出したけどね、確かね、去年行った時はソニーのね、カメラのレンズのとこに虫がへばりついてたんだよな。当時はね、カメラをね、セナの電シートを 2台回してたからね、画像切り替えて動画としてはね、特に問題なくできたんだけどね、今年はね、ソニー1台しか回してないから、ちょっと気をつけて見ていかないといけないね。富士市まで来たからね、だいたい3分の1ぐらい来たかな。まあね、このね、普通のね、高速の制限速度100キロのとこだったら普通に流れに乗れるよね。これ結構遠くまで走ってけんじゃないかな。これ多分ね、満タンにすれば名古屋の先までね、走れると思うんだよね。またなんか工事だね。富士川ですね、富士川渡るとこだね。誰だね、この WR ね、オフロード車と思えないほど刺す硬いからね、ふわふわしたとこはないから、高速のね、この継ぎ目でもね、結構ね、跳ねてる感じですよ。もうちょっとね、馴染んで柔らかくなるかと思ったんだけど、1年乗ってもね、硬いまんま、何もやこくならないね。あれ、道の駅にある観覧車ですからね。ここもなんか車線規制長いね。ここはね、見えないと思うけど、バックミラーにはね、富士山がでかく映ってんだよね。ここまた片が交互になってるね。今度上り線の方が封鎖されてる感じですね。結構工事が頻繁なんだよね。ようだけどツーリング日和だね。気温もね、ちょうどいいや、走ってると。いや、さすがにトンネルの中の交互通行珍しいな、高速で。これよくこの真ん中の癖やったな、これ怖いな。やっぱりね、ダート走るとね、このギアヒーはね、ハイギアなのはちょっと乗りにくいんだけど、こうやってツーリングに使うとなるとね、やっぱこれぐらいのギアヒー欲しいよな。まあ WR のね、 WR ってのはワイドレシオだからね、クロスミッションの反対だからね、まあしょうがないんだけど、そういうコンセプトで作ってあるのが WR ですからね。やっぱね、水冷だから高速を巡航してもね、全然安定してますよね。エンジンパワーのね、安定感がすごいよ。このね、海岸に山が迫ってるところを過ぎるとね、大体過ぎると静岡市なんですよね。で、静岡市の隣町が焼津なんですよね。あの辺のね、すごい迫ってるところは佐多峠とかね、そんな感じになってて、ここはね、国一とかなんか道がね、狭いところをね、くちゃくちゃ半人走ってる感じですよね。今ね、10時14分だからどうなんだろうな。11時頃には着いちゃうな、これな。もう半分以上来たと思うんだけどな、高速。まあ降りたら本当にすぐですからね。でもね、このバイクね、155cc で16馬力だから 16.5 馬力しかないんだけど、
前乗ってたね 250TR とかレベルよりはね高速走っても速いよ。だいぶ速いよねこれね。 250TR もレベルもね110キロなんか出なかったと思うんだよな。俺はね新東名で普通にメーター読みで115とかそれぐらいが出ちゃうからね結構速いんだよね。これ右の方がね去った峠ですね。だいぶいろいろ工事直してるね。すごいね崖のところにもへばりつくように道ができてる感じだからね。あ見えてるのがね清水の差しですね。このね急な斜面のところに道が結構あるね。清水静岡エリアですね。みんなこの辺りねちょっと前の台風のね水害がすごかったんだよな。もうだいぶ復活したのかな。この前だけど熱海の市街地で急にパンクしたんだけどあれ何だったんだろうな。原因が分かんねえんだよな。なんか尖ったもんが落っこってて踏んじゃったんだろうと思うけどね。抜いちゃおうかな。左のねこの丘みたいのがね日本平なんですよね。とりあえずね焼津魚センターまで着きましたね。ここでとりあえず風来さんたちを待ちます。